はい、ということでですね、今日はこちら秋葉原にやってきました。秋葉原のここ皆さん知ってます？1000円でできるガチャガチャということでね、まあ今ね、なんでこんな感じなのかっていうと、まああることでちょっと目が腫れてしまいまして、まあちょっといろいろあって、今こういうなんか家屋焼酎ということで、ちょっとこれです、1000円ガチャをやっていきたいと思います。ピッカッチュピッカッピッカッ、いきます。何にしようかな。じゃあこれこっち、選んじゃったけどいいの？嘘、何？何が出るかな。あ、すごい見られてる、すごい見られてる、いろんな人に。なんか目立ってますよ私。あ、何これ、イヤホンですね。あ、でもちょっとかっこいいかもしれない。少しおー、あー、イヤホンですね。なんかこのこういうのちょっとかっこいいかもしれない。少しこうなんかアクセントになって、はい、こんな感じです。まあこれをね、紐取って頭にやってこうやって聞く感じで、誰も聞かんわーって感じですよね、うん、ということでした。すごい耳か。もうね、ぶっちゃけ 目になんかいいものが欲しかったな。目の薬とか本当に。いや今ね本当こんな感じですいません皆さん。いやでもね、とにかくガチャガチャは面白いですよ。そしてここ秋葉原ですけど、まあ、たくさんいろんな人がいらっしゃって、はい、ということで1000円ガチャでした。ありがとうございました。